私本日の司会を務めさせていただきます田山梢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに一般社団法人 JFTD 中国ブロックブロック長 71-013 木村製菓店木村敦史より開会のご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは、中国ブロック長の木村でございます。突然ちょっと触れたんでよくわからないんですけども、ちょっと台本通りに間違えちゃいけないということでちょっと読ませしてもらいますね。本日はジャパンカップ中国ブロック代表選考会、ザ・ファイナルにご来場いただきありがとうございます。ジャパンカップとは日本全国から呼び優れたフローリストが日本一を競うフラワーデザインコンテストでございます。ブロック代表選考会は全国12のブロックからそれぞれジャパンカップの出場権利を獲得するため代表枠を競います。全国12ブロックに分かれている JFTD 花キューピット会員がフローリストナンバーワンを決めるジャパンカップの出場を目指しブロック代表選考会が行われています。まず持ち込み作品による展示競技を行い、そしてその中から選出された10名がこれからステージ上で行われるファイナル競技に挑みます。最終的には5名が選ばれてこちらの中国ブロックの代表として2019年ジャパンカップへ出場します。会場の皆様、本日は花の匠の共演を存分にお楽しみください。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速2019ジャパンカップ中国ブロック代表選考会ファイナル出場選手に入っていただきましょう。選手入場です。エントリーナンバー1コード番号 75-012 山口県長門市山村宝華園山村明さんです。エントリーナンバー2山口県岩国市75-003豚馬園佐古博さんです。エントリーナンバー372-025島根県大田市福華園の福間大輔さんです。エントリーナンバー472-007島根県雲南市福間製菓店福間隆二さんです。エントリーナンバー571-010岡山県倉吉市花岸田エスタカさんです。失礼いたしました。島根県倉吉市です。失礼いたしました。あ、鳥取県、申し訳ないです。失礼いたしました。鳥取県倉吉市です。失礼いたしました。エントリーナンバー6 74-133広島県竹原市竹原園芸店兵藤幸さんです。エントリーナンバー7 74-047広島県広島市平松花店平松光一さんです。エントリーナンバー8 74-107広島県東広島市花の宮迫正義さんです。エントリーナンバー9 74-022島根県安芸郡小沢園芸小沢美香さんです。失礼いたしました。もう一度ご紹介いたします。エントリーナンバー9 74-022広島県安芸郡小沢園芸小沢豊さんです。失礼いたしました。エントリーナンバー10 72-029島根県松江市フラワーブティックブーケ小川浩二さんです。花の匠の共演2019ジャパンカップ中国ブロック代表選考会ザ・ファイナル出場
勝の全選手が揃いました。厳しい予選を勝ち抜いたフローリストの皆さんに改めて大きな拍手をお送りください。それではここで競技内容を分かりやすく説明していただくコメンテーターをご紹介いたします。74-048 フローリスト門門田哲也さんです。よろしくお願いいたします。どうぞ大きな拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。先ほど司会者の方から、ご紹介いただきました74-048プロリソモンの門田です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では門田さんから競技ルールを簡単にご説明していただきたいと思います。お願いいたします。はい、それではですね、競技内容をご説明いたします。この2019ジャパンカップ中国ブロック代表選考会ザ・ファイナルは第一作品競技と第二作品競技と書かれております。皆様ご承知の通りでございますが、第一作品競技では花束を制限時間25分で制作していただきます。で引き続き行われる第二作品競技ではアレンジメント、こちらはですね制限時間35分で制作いたします。サプライズ方式と申しまして、使用する花材や資材、そして作品のテーマは選手には直前まで知らされておりません。それぞれの選手の個性や技術がまさにその場で試されることになります。はい、それでは、選手の皆さんの協力されていると思いますが、第1競技、第2競技で使用する花材、資材のリストが各テーブルの上に置かれています。今から3分以内にリストに記載されている花材と資材があるかチェックをしてください。万が一リストに書かれているものがない場合、手を挙げてその場で競技員に知らせてください。それでは開始してください。まず3分間で花材資材を結構皆様にしていただきます。もしリストに書かれているものがない場合は手を挙げてその場で競技員に知らせてください。このチェックの本部さん、ちょっと微妙ですか？そうですね、初めての今開いてですね、初めてご覧になる課題ですので、はい、非常に緊張してくれています。そうですね、この課題はですね、先に東京の方から調べてまいりました。東京の方から地元の管理ですね、どんどんもっとチェックを使用しております。課題の品質とか本数ですね、はい、
お時間が来るようです。はい、それでは3分が経ちましたので終了してください。皆様よろしいでしょうか。それでは準備も整ったようです。早速ファイナル第1競技に入りたいと思います。本音さん、第1作品のテーマを発表してください。はい、それでは第1作品競技のテーマを発表いたします。第1作品競技のテーマは雅春を行けです。春を行けです。制限時間は25分です。それでは花の匠の競泳2019ジャパンカップ中国ブロック代表選考会ザ・ファイナル、第1作品競技開始してください。さあ、いよいよスタートいたしました。テーマが雅秋を行けるということですね。さあ、今皆さん着々と準備からスタートしていただいています。今皆さん初めてこの日を聞いたということですかね。そうですね、私が今申し上げたことですね、皆さんこれどういうふうに選択しようかというのは頭の中で考えられていると思います。はい、それでは皆さん準備は秋ですので、皆さんが秋を行くということで、それからまずは花束を作っていただくということですね。ここでモテさん、一般社団法人 JSC ジャパンカップというのをどういうものなのか教えていただけますか。はい、花見日とおなじみの日本全国からより作られたフローリストが、日本一を競うフラワーデザインコンテストに、これがお花の世界におけるジャパンカップであり、フローリストとしてデザイン競技の向上を目指した選手権です。全国の JFPB 加盟店が全国12ブロックに分かれジャパンカップへ出場いたします。まず、コンテストの歴史は古く、昭和37年に、全国ご参事コンテストという名称でスタートいたしました。はい、そしてですね、昭和47年には全国フローリストコンテストに改称されました。平成2年の大阪で開催されました花博ですね。こちらでですね、一般、社団法人 JPG フラワーデザイン協議会でジャパンカップとなりました。ブロック代表選考会は北は北海道から小谷や九州まで、日本全国の各ブロックで予選を開催し、ジャパンカップ本戦へ出場できるブロック代表者を決定いたします。ここ中国ブロックは島根、鳥取、岡山、広島、山口市に所在の生産員の登録支店から、競技者が参加しており、競技参加者はまず、朝ほど持ち込みいただきました作品競技で、その技を競いました。持ち込み作品競技の会場には参加者の作品が展示されておりますので、ぜひ皆さん見たと思うんですけど、ご覧ください。はい、そしてその中から選び抜かれた、ただいま、制作が働いております10名が、厳選な審査を得て、今日ですね、5名に絞られまして、2019ジャパンカップに出場することになっております。そうですね、本当に古い歴史があるこのジャパンカップですけれども、2階の方でね、先ほど、皆様にもご覧いただいたと思いますが、持ち込み作品こちらが展示してありましたので、この中から10名の方が今選ばれているということですね。結構皆さん迷わずお花などを準備されているんですね。そうですね、もう全メンバーの方がいらっしゃいますし、今日こうやって選手の皆さん拝見してますので、ね、はい、初めての方とも何とも経験されている方がいらっしゃると思います。はい、
ンプリしながらのスタートですけれども、やっぱり皆さん作り始めると落ち着いてくるものですか、ね、本当にそういうのが。そうですね、もうマイペースでやられてるんだと思いますけど、うん、はい、どんな作品に仕上がるでしょうか。大体先期のディレクトしますね、下準備にすごく皆さんに時間をかけられて、あと金沢の組み上げはですね、非常にスピードにやられると思いますので、なるほど、はい、最初はですね、どんなものができるのかなというような形で皆さん想像なさったらいいと思います。はい、まずは準備をしっかりと皆さんされるということで、今日のお飾りですけれども19種類、はい、ございます。どんなものがありますか。そうですね、今新聞の上から見えてるようにですね、はい、紅葉に見えるんですね。こちらが8本、それから、ね、黄色の三本水ですね、これが10本、そしてアセビ、これが3本、それから赤バラですね、一番の上が手にされてますけど、こちらの方が12本、それから、オレンジ色のカーネーションが15本、それから、青色のビーケンですね、こちらが10本ね、トルコッキョウが5本、はい、それから、アナスタシアというのが金ですね、のこちらの方が6本、それから、金のそのピンクが10本、ソルタコが10本、赤いダイヤが5本ですね、ブルー色のお客さんのが手前にすごいですね、こちらが10本、こちらが資材になります。はい、ということで、お花は全部で19種類、葉物も合わせて19種類ということですが、秋を生きるということで色味などもやはり重要ですか。そうですね、私たちは飾りがありますので、どのように使っていくかということですね。10棟の作品は出来上がると思いますので、楽しみたい。2階に展示しています持ち込みの作品も本当に様々な種類のアレンジメントでしたね。皆さんの個性がそれぞれ出ているなという感じがしました。中央道路ですね、道路から朝早く出発してこれですね、持ち込まれてるので、お花のご紹介をさせていただきましたが、これを全て第一競技、第二競技どちらともで使わないといけないということなので、そこも考えながらやって
りがないようにですね。そしてこのステージ競技が始まる前の課題チェックや、競技準備などは各選手に公平なく、均等な環境となるように確認することもしております。昨日もですね、この課題は競技を含めて厳正にですね、チェックいたしました。とても重要な役割、そうですね、この会場のですね、ですね、こちら大体均等になるようにちょっと暗いんですけど、不幸にならないように一応セッティングしております。公明正大に、競技ができるということで、それを、審査する方々が競技員ですね、じっと選手の皆様を見ていらっしゃいます。花束になってきた方もいらっしゃいますが、そうですね、時間制限がありますからね。25分ですけど、そうですね、25分間です。短いようで25分って長いっていうところもあると思うんですけどね。でも選手の皆さんにとってはもしかしたらあっという間かもしれないですね。そうですね、どうなんですかね。それでは
勝者、ファイナル出場者のプロフィールを少しずつご紹介していこうと思います。まずエントリーナンバー1番山村明さんです。頑張れ。お、頑張れという声がありがとうございます。はい、ファイナル出場回数なんと多分3回目多分ということですけれども、結構もう経験が豊富でいらっしゃいますね。はい、順調に首を振っていらっしゃいますが、あ、でもファイナル出場が決まって久々すぎて緊張すると一言書いてあります。今もきっと緊張されながらねやってらっしゃるんだと思います。そして、フラワーデザインに興味を持ったきっかけが2代目だからということですが、ファイナル出場に来られるということでやっぱり胸も確かということですね、モデルさん。ですね、はい、競技終了10分前です。はい、失礼いたしました。はい、10分前ということで残り10分となっていますので時間も気にしながら皆さんねされていらっしゃいます。はい、1番の山村さんですが、皆さんに伝えたいことということでファイナル楽しみたいと思いますということですので、楽しんでいらっしゃる様子もぜひ皆さん見守っていただければと思います。そしてエントリーナンバー2、双葉の佐藤博史さんです。だいぶ形が見えてきましたね、モデさん。そうですね、あの2番の方は一番あのあれですね、あの組み上げがあの進んでますね。そうですね、タイプからもされましたね、うん、はい、あ、でもファイナル出場は初めてということですよ。初めてのレベルですね。スピードもありますね。感覚があります。ファイナル出場が決まってマジかと思われたそうです。このフラワーデザインに興味を持ったきっかけというのが、周りのお友達の方を見て興味を持ったということですが、やはりあのいいなと思ってすごく勉強されてらっしゃるんでしょうね。そうですね、あの山口支部の方なんですけど、はい、やっぱりあの今あの出場されている方なんかを中心にですね、あの勉強会なんかをされているのではないかと思いますね、はい、すごいですね。この花キューピーとのいいところ仲間ができることというふうにもね書いてらっしゃいますので、その仲間の皆さんで日々あの腕を磨かれているんでしょうね。はい、皆さんに伝えたいことということで、お花で笑顔と世界平和をということです。ぜひ皆さん見守ってください。続いてエントリーナンバー3、ふっかえの福間大輔さんです。福間さんもだいぶ形が見えてきましたね。そうですね、はい、高さも少し変えながらというところでしょうかね。そうですね、はい、楽しみですね、ね、そうですね、はい、ファイナル出場2回目ということで出場が決まってほっとしたということです。このジャパンカップあなたにとってどんなものですかという質問には目標ですと書いてありますので、絶対に先に進みたいという気持ちがねこの気持ちに表れていると思います。皆さんに伝えたいこととしては頑張りますと一言書いていらっしゃいますので、ぜひどんな花束が仕上がるのかぜひ皆さんご覧ください。続いてエントリーナンバー4、福間製菓店の福間隆二さんです。こちらももうそうですね、皆さん全体的に花束の形が見えてきましたが、ちょっと微調整をしつつ今作っていらっしゃいます。福間隆二さんは、ファイナル出場3回目ということです。はい、もうこちらもそうですね、こちらもあの同じの方ですね。はい、会場の雰囲気には
ってらっしゃることもないのかな、どうなんでしょうか。そうなんですよ、多分ね、皆さん合計内心もやられてると思うんですけど、そうですかね、はい、この海外出場が決まるのは本当に緊張の一言ですということですので、緊張されながら、あ、そしてテーブルの上もきれいにされながら作業してらっしゃいますね。はい、このフラワーデザインに興味を持ったきっかけというのが、家業がお花屋さんだったのでということですが、このジャパンカップは自分磨きなんですと書いていらっしゃいます。はい、このジャパンカップに出ることでさらに自分を高めていけるんでしょうね。はい、そして皆さんに、伝えたいことというのが、花が持つエネルギーが伝わったらいいなと思いますということです。ぜひ福間さんが作られる花束もご覧ください。競技終了5分前です。残り5分です。ちょっと顔の表情が変わった方もいらっしゃいますが、そうですね、はい、もうほぼ完成した方もいらっしゃいますし、はい、そうですね、着々と皆さん進んでいらっしゃいますね。残り5分を切りました。あと5分で仕上げていっていただきます。でもう一方、第一競技でご紹介しておきましょう。エントリーナンバー5番、ハルキシダの岸田康隆さんです。頑張れよ。こちらもご応募いただきました。ありがとうございます。岸田さんもファイナル出場は3回目ということなんです。そうですね。はい、もうおなじみの方でもいらっしゃるようですね。出場が決まって一言ありがとうございますということで感謝の気持ちをね、おっしゃっていらっしゃいます。はい、このジャパンカップあなたにとってどんなものですかという質問には、力試しというふうに答えていらっしゃいます。そして、皆さんへの伝えたいことというのは、美しい花を作るよう頑張りますということですので、ぜひどんな作品が出来上がるのか皆様ご覧ください。エントリーナンバー6番からの皆様のご紹介、また後半でご紹介させていただこうと思います。さあ、残り時間もだんだん少なくなってまいります。出来上がったこともいらっしゃいますね。競技終了3分前です。はい、残り3分です。残り3分で皆様に仕上げていただきたいと思います。はい、机の上もきれいにしていらっしゃいますね。残り3分ありますので、そちらで微調整などしながら完成をしていただければと思います。皆さんの音がたくさん聞こえるようになってきました。
場1分前です。はい、ということで1分前というコールがかかりましたので残り1分を切っています。非常点などしていただきまして皆様仕上げてください。ダーリング皆さんのね、花束の形がこれで皆さんにも見えていたと思います。30秒前です。はい、ということで30秒前です。制限時間35分です。先ほどは25分ですけど35分です。それでは花の匠の競演2019ジャパンカップ中国ブロック代表選考会ザ・ファイナル第2競技開始。ここからまた35分間ほどのアレンジメントを皆さんにしていただきます。モネさん、第一作品と同じテーマですね。そうですね、でも先ほどは花束でしたけど、はい、アレンジメントですね。いろんな資材が大きくなってきたやると思います。はい、はい、資材も皆様準備に入ってまいりましたが、資材もね、いろいろとありますね。ここで資材のご説明をしたいと思います。はい、これはですね、グラデメタリックオパールエンバーリー紙ですね、なんかこうクレープのような感じですかね、はい、こちらが違いますね、これごめんなさい、これその名前がですね難しい
トラベルメタリックオーバーベルダークグレーというの円形の器ですね。これが2個ちょうど1枚の方が2個並べられてますね、はいはい、それから、ちっちゃいのですね。これは同じくトラベルメタリックグレーと S、 M と S があるので、これも同じく2個、はい、配布されております。先ほど言いました、メタルプレート100っていう品番のものなんですが、これが今2番の方が、並んでいますね。これが1枚、そしてメタルプレートの同じくまた100、これがグリーンのものですね、はい、ゴールドとグリーンが、1枚ずつ分かれております。はい、それでですね、もう皆様あいつも使われております早くピットフォーム、これがですね、キッチンスポンジなんですけど4、はい、それから、裸のワイヤー22番のものがリストフリー、プロラベルのグリーンが下がり、それから朝日もこちらが1本、それにはポンチキス、その先ほどもポンチキス使われている方がいらっしゃいましたけど、入っている、それにゴミ袋がちゃんと準備されております。はい、こういった資材を使ってこれからアレンジメントをしていただきます。先ほどと同じ内容ですので、何がどのくらい残っているかということで、人によってもアレンジメントいろいろと変わってきそうですね。アレンジメントなんですけど、一応、ディスプレイなんですね。だからこのパッケージのようなこういうふうな、ディスプレイするかという技量が試される、課題だと思います。はい、もうすでに皆さんのテーブルの上にいろんな配置が進んでいますね。これで水が決まってきますね。いろいろと資材も準備してありますので、本当に10通りのアレンジメントが出来上がってくると思いますが、どんなものになるのかとても楽しみです。テーブルの量ですね、秋を上手にディスプレイが完成するものだと思いますね。こちらの作品は一応ですね、このまま移動せずに飾っていただきます。はい、ですから、後から発表していただくんですけど、その後もですね、こちらの方は、皆さんに近くでですね、じっくり見ていただければと思います。出来上がった作品を皆様の十分の近くで見ていただけるということですが、今はしっかりと皆様にその制作の様子を見守っていただきたいと思います。時間は35分ということで、花束よりは少し10分ほど時間が長くなっております。先ほどのモデさんがおっしゃってくださっていましたが、審査方法は誰がどの作品を作ったかわからないようになっているんですね。そうですね、はい、で審査員の方も皆さんではわからないです。どうなったのか、はい、そうなんですね。実際、この開催期間中ですね、皆さんの目に触れる方はないですね、はい、今別室 で、はい、で皆さんが退出した後にさっと入ってもらえて、誰が作ったかわからない作品をですね、一応審査を評価するということですね、はい、本当に公平な立場で公平に審査が行われるということですね、はい、第一作品競技の花束が今まさに同時進行で審査が行われていると思います。選手の皆さんもそれどころじゃないですね、今は。そうですね、アレンジメントどんな風にしていこうか、頭の中がいろいろと動いてらせると思います。こちらの、ディスプレイの方が自由度がないですからね、いろんな、作品が楽しかったですね。はい、誰がどんな形で審査をしているのかというか、選手の皆さんも知らないということでしたけれども、審査はデザインの完成度、技術の完成度、色彩の完成度、テーマ表現力という基準で行われているそうです。
デザイン性のみならずフローリストとしての技術、姿勢についてもしっかりと審査されているということです。この中国ブロックではですね、今10名選手がやられておりますけど、はい、この中で5名が選ばれます。で、ジャパンカップの方に、選出されるわけですけど、この中国ブロックではですね、昨年のジャパンカップですね、入賞いたしました、今日ですね、競技員で皆さんをですね、サポートしてくれております、サポートの松本君が非常にドキドキしながら、はい、自分のことなのに緊張してる。そうです。はい。次回が、ね、見守ってくださっていますけれども。この10名の中からジャパンカップ5名の方が進まれます。ファイナルに残ったからには5名に残りたいですよね。そうですね。はい。選手のプロフィールを紹介していこうと思います。エントリーナンバー6番です。竹原園芸店の東堂幸さんです。唯一の女性ですね。もう女性のファイナリストお一人しかいらっしゃらないんですけれども、その中でも今頑張ってアレンジメントしていただいています。このファイナルの出場は初めてということです。このファイナル出場が決まってめちゃくちゃ嬉しいですと書いてあります。どんな風にアレンジメントしていこうか考えながら出ていらっしゃいます。ジャパンカップどんなものですか、あなたにとってという質問には夢というふうに答えていらっしゃいます。ジャパンカップに進むと夢がもしかしたら一つ叶うということですね。はい、そして皆さんに伝えたいこと、ここに立てることが夢のようです、自分らしく頑張りますといただいております。ぜひ引き続き頑張ってください。先ほどご紹介されました竹原人形さんですね、はい、こちらのお店はですね、この先ほどの豪雨災害ですね、はい、こちらで全方が浸水被害に遭われましてですね、はい、非常に被害が受けられた中で、その今日ですね、堂々とファイナルに来ます、はい、素晴らしいですね。災害を負けずということですね、はい、ぜひどんなアレンジメントが出来上がるのか見守ってください。そしてエントリーナンバー7番です。平松花店の平松浩一さんです。徐々にお花が生けられていますが、お、ファイナル出場5回目ということです。素晴らしいですね。5回も出場していらっしゃいます。出場が決まって一言、ほっとしているということです。今どんな気持ちでされていらっしゃるでしょうかね。そして、皆様に伝えたいこと、精一杯頑張りますと書いてあります。頑張ってらっしゃいます。ぜひ引き続き皆さんに見守っていただきたいと思います。そしてエントリーナンバー8番です。花の宮迫正義さんです。はい、よろしくお願いいたします。お話が、はい、ファイナル出場7回目、さらに上がいらっしゃいました。7回目、すごいですね。はい、もう7回も出られるとこういった場には慣れてらっしゃるでしょうか。大丈夫、はい、ちょっと健康が入ってますけれども、はい、ファイナル出場が決まって一言頑張りますということです。でもフラワーデザインに興味を持ったきっかけというのが、お母様に勧められてと書いてあります。
しかも母に勧められてハートが書いてありますので、とてもあのお花がお母様のおかげで好きなのかなというのが伝わってきますね。実はね、はい、この会場にあのお母様がお見えなんですか。はい、お母さんのどちらにいらっしゃるのか、どちらでしょう。あ、いらっしゃいました。ちょっと先生が見てらっしゃいます。2列目のお席に座っていらっしゃいますね。宮園さん、一番緊張するね。そんなお母様のためにというのもあるのかもしれないですね。シャンパンカップに向けて今着々と作業が進められています。はい、これ言っといた方がいいですかね。あの、あなたへお店のアピールポイント、はい、39歳独身花嫁さん募集中ですとかにあります。はい、しっかりとアピールしておきましたので、はい、ぜひ気になる方、後ほど声かけに行かれてみてください。はい、皆さんに伝えたいことということで、お花の魅力を少しでも伝えられるよう頑張りますということです。お母さんに見守っていただきながら、今宮迫さん着々と作業が進んでいます。では続いてエントリーナンバー9、小沢園芸小沢豊さんです。はい、結構速いですね、スピードが。速いですね、もうなんか形が出来上がってますね。はい、はい、ファイナルの出場回数覚えてないということなんですが、そんなに出てらっしゃるんですね。ということでしょうか。そんなんでしょうかね。はい、そういうことです。あ、そういうこと、はい、はい、ファイナル出場が決まって頑張りますと一言、意気込みを抱えていらっしゃいます。あなたにとってジャパンカップとはという質問には、憧れというふうに書いていらっしゃいますね。そんな憧れのジャパンカップ進むことができるように今頑張っていらっしゃいます。休日の過ごし方、休日がない、忙しいですね。はい、まあ、過去嘘とは書いてあるんですけれども、あの、忙しい中でもね、はい、あの、お休みも取りつつ日々頑張っていらっしゃるかと思います。はい、皆さんに伝えたいことということで頑張りますと、ということです。ぜひどんな作品が出来上がるのか楽しみにしておいてください。あの、小沢園芸の小沢豊さんですけどね、はい、先ほどあの竹原園芸さんが豪雨災害に遭わなかったっていう、はい、申し上げましたけど、広島県内ですね、3点の被害だったんですけど、はい、今日ですね、小沢園芸さんもですね、お店が支店の方に通路が流されまして、流されてない、浸水、あ、浸水、営業でもまだやってないね。まあ、その再開の見通しは来年3月。ああ、一応一回決まったんだ。まあ、そういうことでですね、非常に被害を受けられたので、あの、3点のうち2点がですね、こっちの方のファイナルまで残られております。どうしましょう。そうですか、はい、いや、でも災害に遭いながらちょっと大変でしたけれどもね、しっかりと復興に向けてお店の方も進んでいるということで、来年の3月には営業も再開できるということですので、ぜひ皆さん応援をお願いいたします。そしてご紹介大変お待たせいたしました。暑いでしょうか、大丈夫です。汗をぬぐっていらっしゃいましたが、 OK、 はい、フラワーブティックブーケの小川浩二さんです。あ、お越しいただきました、ありがとうございます。応援をしっかりとしていただいていますね。15分経過、残り20分です。はい、ここで、時間が使えられました。残り20分です。まだ半分以上時間がありますからね。はい、ちょっと時間配分を考えながら皆様に、アレンジメントをしていただいていると思います。ではご紹介をしましょう。エントリーナンバー10の、小川浩二さんですが、ファイナルの出場は3回目ということです。ファイナルの出場の決まって一言、大阪まで行きたいということです。そんな気持ちを込めて今アレンジメントをしていただいています。あなたにとってジャパンカップとはという質問にはですね、
お花屋さんになってから一番の夢ということですので、こちらも夢ということですね。ファイナル出場決まりまして、残り5名に選ばれるとその夢が叶えられるということですね。そして自分が大切にしているものは何ですかということの質問には、俺っぽいデザインにすることと書いていらっしゃいます。個性を大事にされているということでしょうかね。こうやって見てみましても個性が現れている感じがいたしますね。そうですね、クレープシャンとですね、なんか作品の中に取り込んだりしてですね、そういう個性的ですね。そうですね、正面が競技者の方になっていますので、皆様にはなかなかちょっと見えづらい部分もあるかと思いますが、また後ほど、あ、正面は皆様の方ですね。なので、だんだんと見えて、あ、競技者が正面、見えてみますね。はい、なので、だんだんと、後ろ姿というか、裏側の姿が皆さんにご覧いただけると思います。皆様に伝えたいことということで、岡田さん、応援してくださいと書いてありますので、しっかりと応援をお願いいたします。ということで、ファイナリスト10名の皆様をご紹介させていただきました。この審査結果ですね、こちらの方は後ほど行われます。懇親会の最後の段階ですね、審査員の方から発表がありますので、懇親会のお申し込みの人はぜひ最後にですね、楽しんで帰ってください。そうですね、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければと思います。少しずつ、準備、いろいろと、いろんな個性が増えてきていますね。今日は雅秋を生きるということですけれども、こうテーマによって使いやすいお花、ちょっと使いにくいなというお花というのはあるものですか？そうですね、テーマというよりですね、はい、今日ですね、競技されている方の得意なお花と、そうでないお花と、おそらく決定メディアがあると思うんですよ。はい、なるほど、そういうところでもまた違った、同じ花を使っても違う見え方もしますもんね。そうですね、非常にライオンの形とか、飾りが飾られているみたいですね。はい、曲線も見えるところもありますし、高さで見せていらっしゃる方もいらっしゃいますね。そうですね、本当に
の皆さんもみんなのお花屋さんですからね、はい、私だったらこう市長とかですね、はい、ああいうふうなことを見ながら考えられておりますね、はい、そうですよね、自分だったらどうするかなということもね、観客の皆さん考えてますでしょうね。資材の使い方なんかもですね、非常にあの参考になるかと思いますね、はい、同じ資材を与えられているけども、本当に皆さん全然違うんですよね。そうですね、はい、下に敷いている方もいらっしゃれば、はい、触れている方もいらっしゃいますね、うん、でこれ、毎回多分ですね、同じ方が歌えなくてもこうお花の状態とかですね、違うと思うんですよ。だからいつもこう同じものができるわけじゃないし、その場でこうパッと考えてですね、ベストのものを、完成させるっていうのは非常に難しいと思うんですね、はい、出来上がった作品というのはやっぱり子供みたいな感じなんですか。そうですね、はい、もう子供みたいでしょうけど、今日は一生懸命やられてますから余裕がね。ああ、そうですね、はい、そうですね。また下にですね、持ち込み作品をお持ちになった方はですね、後ほど自分の作品がどうしてこうですね選ばれなかったのかなとかですね、そういったようなのを公表ですね、審査員の方にですね、とお話ができる機会が時間があると思いますので、その辺で、ね、審査員の公表を聞きながらですね、また来年は岡山大会ですので、またチャレンジしてみてください。もうだからこれ今見られている方がですね、来年はもうすぐこちらの方へですね、来年を向かうかもしれませんので、競技終了10分前です。はい、10分前という声がかかりました。残り10分で仕上げていただきます。そうですよね、来年の岡山大会、今見ていらっしゃる皆さんがこちらにいらっしゃるかもしれないですよね。ですね、はい、はい、懇親会の中でお時間があれば、審査員の方にお話を聞けるお時間があるかもしれませんので、その時によろしければ聞かれてみてください。さあ残り10分となっています。どうでしょうか、本田さん見ていて
そろそろ完成だなという感じ。もう少しかかりそうな、わからないですかね。もう少しかかりそうですか。もう少しかかりそう。まだあのスポンジを見えてる方とかですね、いらっしゃいますのでね、これから追い込みですね。はい、残り10分を切っていますので、ちょっと時間分で時間配分も意味しながら選手の皆さんには行っていただきたいと思います。ラスト10分でやっぱり大会的に早いですかね。そうですね、この会場ちょっと涼しいんですけど汗だくでしょうね。そうですよね。ちょっと暑いなと感じらっしゃる方もいるかもしれませんが、涼しい顔されてますけどね。そうですね、自信は多分汗だくだと思います。はい、第2作品のテーマは、リアル秋を生きるですね。はい、このテーマに沿って今皆さんにはアレンジメントをしていただいています。今日のブロック先行会ですね、ジャパンカップの、はい、終わらないとですね、皆さん述べてですね、一生懸命持ち込み作品に宣伝されていたと思うんですけどね、はいはい、まあ、これが終わると、クリスマスの音楽とも、うん、花井さんにとって非常に忙しい作品が続くんです。そうですね、
余裕がある方が多いですね。それでもまだ制作されていらっしゃる方も多くありますので。そうです、そうです。8番の方は、7回目ですか。ですね、余裕ですね。そうですね、時間をいっぱい使ってらっしゃいますが、余裕になっちゃうです。はい、ただし終了までに、テーブルや床などの清掃も終わらせるようにお願いいたします。家財や資材を片付けることもお願いしたいと思います。フローリストにとってお花を作ることはもちろんですが、清掃や作業姿勢についてもコンテストの中では審査の対象になるということなんです。時間が気になるところですが、片付けも進めながら最終調整に皆さんに入っていただきたいと思いますが、競技終了3分前です。3分前となりました。さあ、最後の調整に入られている方が多くいらっしゃいますね。3分を切っています。皆さん出来上がったようですね。そうですね、はい、そういう皆さんのことですね。いただかないといけませんので、そちらの方もお願いいたします。あなたも作った後の35分のアレンジメントですのでね、少しずつ集中力もありますので疲れも出てくるかとは思いますが、延べ1時間ですかね。そうですね、はい、もうそんなパネルの残りわずかとなっていますので、最後まで皆さん頑張ってください。競技終了1分前です。1分前となりました。競技終了1分前です。テーブルや床などの清掃は皆様大丈夫でしょうか。家財や資材を片付けることも忘れないようにお願いいたします。1分を切りました。テーブルや床などの清掃もお願いいたします。家財や資材を片付けることも忘れないようにしてください。30秒前です。残り30秒を切っています。10秒前。終了です。もう初めから手が始まりますね。選手の皆様お疲れ様でした。どうぞ今一度大きな拍手を皆様にお願いします。さあ、第一作品競技の花束、第二作品競技のアレンジメント、各選手によってそれぞれ2つの作品が出来上がりました。果たして花の匠の共演2019ジャパンカップ中国ブロック代表選考会を通過して2019ジャパンカップへ進出するのはどの選手なんでしょうか。
それではここで選手の皆さんは退場となります。会場の皆様、改めて皆様にご大きな拍手をお送りください。お疲れ様でした。それでは選手の皆様、扉口に1番の方からお進みいただきましょう。どうぞお進みください。皆様はどうぞ大きな拍手でお送りください。できましたですね、はい、皆さんですね、心の中で何かがいいとかですね、思われてると思うんですけど、どの作品も非常に完成度が高いと思いますね、はい、そうですね、どなたが選ばれるか本当に楽しみですね。ということでコメンテーターは74048フローリスト門の門田哲也さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。2019ジャパンカップ中国ブロック代表選考会ザ・ファイナルはここで終了となります。第2競技種目のこの作品はこちらの会場で審査をいたします。この会場は6時に再オープンとさせていただきます。そして本日出場選手の中から5名がブロック代表として2019ジャパンカップへの出場資格を手にできます。ブロック代表選手の発表は6時からの懇親会の中で行わせていただきます。日本全国で各ブロックを勝ち抜いた競技者たちによる2019ジャパンカップは来年4月11日木曜日、12日金曜日にブラキューブ大阪で実施される予定となっています。なおこれまでの東京ビッグサイトで開催しておりましたフラワードリームは2019年、2020年の2年間は休止することとなっております。皆様どうぞ大阪の地へ足を運びいただきまして、2019ジャパンカップへお越しいただきますようお願いいたします。それではこれよりこちらの会場で審査を行いますので、こちらの会場は一度クローズとさせていただきます。懇親会にご参加の皆様はどうぞ会場を出てところで今しばらくお待ちください。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございました。